はい、どうも、白石秀則です。今日はマーゼルビビットダンスプラクティスフィックスバー見ていきたいと思います。これね、ダンスもすげえ楽しみだったのよ。もうアレンジとかメロディアも大好きだからね、この曲。さあ行きます。せーの、ポチリ。タックまた可愛い格好して、ああ手振りが可愛い。いいね、ハヤト。ハヤトいいね、これいいね。かっこいい。おーすごい。あ、俺ね、サンマこの組み合わせいいね。かっこいい。かっこいい。わあ、かっこいい。なんかハヤトとかあのエイキとかリュウキが着てるあのスウェットかわいい。ちょ、もう一回見る、もう一回見る。なんかハヤトがすごい目立つね、いい意味でね。タックンがキレキレよ。いやー、直也も万全ですね。すごいくねくね、すごいいい感じ。ハヤト、パッパパッパッパッパパン。足の動きがすごいね、ムービングが。オリーワン。タックの足すごい。
ここ好き、ここ直江かっこいい。あーたっくん、ええここのフォーメーションかっこいい。ランが堂々としてるね、かっこいい、煽ってる。勇気今の動きかっこいい。わあ上手。サンマ、足の動きのみんなすごい。あいいね、ここ好き。あーランラン堂々としてるね、ランが。はい、ゆうき、ここと海流と英気の絡みもいいよね。生徒からの英気、龍気のスパイスの声よ。ここかっこいい、めっちゃ。ピッ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 、ランかっこいい。ハヤトが目立ってる。この横並びのフォーメーションが多いからかっこいいよね、なんかね。おーかっこいい、かっこいい、かっこいい。ペレペペペエイキのいやダンスのことはわからんがめっちゃかっこいいわ。フォーメーションがやっぱりこう横並びのが多いのと、偶数ならではのこう面白いフォーメーションがあったり、こうなんかね、ハヤトがすごいこうパフォーマンス的にすごい得意なのかなっていう感じがするな。うん、いやんでタックはやっぱキレッキレだしね、ランは堂々としてるし、直哉の声、ここのサビんとこすごい目がいくし、やっぱ生徒もなんかこう煽りでね、男らしいとこ見せてくれるし、まあ煽りで言うとタックもすごいけどね。で龍騎がやっぱこう声に目がいっちゃうの、俺はやっぱあのエッジのある声がこの曲にすごい効いてて、プラスやっぱり綺麗な踊りやばいっす。まあ英気のあの声とランの堂々とした感じ、何回も同じこと言うねって話だけども、まあなんせ7人全員素晴らしいですよ。うん、海流もなんかね、ダンスのレッスンの服なんだろうけども、みんななんかこうおしゃれに決めてんのに、なんかまあおしゃれに決めてると思うよ。でも俺はなんかそこあの海流のレッスンにも好印象で、歌がバケモン。うん、いや横並びのフォーメーション多いのいいな、曲に合ってるしね。うん、いやダンスはね、ほんとね、ちょっとかじってるんですけど、あの、ほんとにかじってるぐらいなので、何も言えませんが、めちゃくちゃかっこいいってこと。見れてよかったー。ダンスパフォーマンスのね、動画も出てくるらしいし、楽しみですよ。というわけで今日は、バーゼルビビットダンスプラクティスフィックスバー見ていきました。白石秀則でした。ただただ感動する回でございました。チャンネル登録、高評価お願いします。ブン！